ファルネシルニリン酸、または、ファルネシルピロリン酸とは、炭素数15の直左イソプレノイド。テルペノイド性合成経路の中間体である。セスキテルペノイドの線具物質でもある。指機能の合成に、電子伝達系の一部として用いられ、またスクアレン、ドリコールの線具体となる、ジヒドロドリコールニリン酸、ゲラニルゲラニルニリン酸の線具体となる。 以下の2段階の反応で、ジメチルアリルリン酸が合計2分子のイソペンテニルリン酸と縮合し、ファルネシルリン酸を合成する反応を触媒する。ジメチルアリルリン酸及びイソペンテニルリン酸はメバロン酸、または非メバロン酸経路で合成される。ジメチルアリルリン酸がイソペンテニルリン酸と反応し、ゲラニルリン酸を生成する。 ゲラニルにリン酸が別のイソペンテニルにリン酸と反応し、ファルネシルにリン酸を生成する。蒸気の反応はビスホスホネートによって阻害される。スタチンに誘導されるオーモンス自由解消はファルネシルにリン酸の枯渇によって起こる。これはミトコンドリアの電子伝達差の指機能の枯渇につながる。ありがとうございます。